はい、皆さんこんにちは。 M プラットチャンネルです。今回紹介する車はマツダの RX8 です。初期、中期、後期あるんですけども、この型は最終型になります。この RX8 なんですけども、うちには珍しく車外パーツが結構ついてまして、 HKS のメタルキャタライザー、オートエグゼのマフラー、それからブリッツの車高調で、外装でですね、フロントが、オートエグゼ、サイドが純正、リアスポイラーが R マジックとなってまして、まあ、走ってると結構元気のいい音が出ております。この RX8 もちろんロータリーエンジンなんで、みんな圧縮抜けとかやっぱりそういうところが気になるとは思うんですけども、先ほど見てもらった通り圧縮も良化してますし、基本的にオイル交換をまめにやっていればサーキット走行で全開走行とかしない限りはそんなに簡単に壊れるエンジンじゃないとは思うんですけど、どちらかっていうとレシプロと比べるとロータリーは2ストーンエンジンみたいなもんなんで、まあ、回してなんぼ、もう本当によく回るエンジンなんで、回して走るっていうのを楽しむ車だと思うんで、ロータリーは一度乗って回したらもう全然今までと違うっていうのが体感できると思うんで、ぜひ買ってですね、乗ってみてほしいなって思います。はい、このティンタイフンなんですけども、本店がですね台湾なんですけど、全国に数箇所支店があって、まあ、私が思う限り小籠包を食べるならやっぱりここのお店が一番美味しいな、そう思います。皆さんも一回食べに行ってみたらどうでしょうか。このかき氷なんですけど、氷がものすごく細かいで、かき氷とは思えないような舌触りで、
これもですね、ぜひ一度皆さんご賞味されてはいかがでしょうか。おすすめです。